いいですね。最高じゃないですか。右曲がったらまたすごいの来んじゃないの。うわードキャー、これはこれは、はいはいはい、まあ、それやっちゃうやっちゃうよね。やりたくなる気持ち分かります。氷のやつ、ガリガリ君系な、うん、あ、そうだ、最高、うん、夏って感じしますね、うん、行ってくるね、クロちゃん、わらら、らまた行ってくるねね、なんで近寄るのおかげだすね。変わってきましたね。ちょっと岩がなんかこうゴツゴツっとなんだか勇ましい感じというか、こんな感じ。いやーしかし最高だね。海藻だよ本当に。超海藻。スピードが出る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 、スピードが。今日は宍喰から高知まで。約130キロですね。正直立ち寄りスポットがほとんどなくてあれかなと思ったんですが、間違ってました。もうこの道自体が全てスポットですね。この室戸岬まではとりあえず最高っす。今のところ四国で一番良かった、道ランキング堂々たる道ですね。それぐらい最高っす。右手に山、左手に海、道は綺麗、信号なし、道広いで、上りがほぼない、下り基調か、まあ、平坦という感じで、僕の装備でも30超えを楽々と行けちゃいますね。誰かが立ってます。龍馬パイセンではなさそうですね。中岡慎太郎。はい、カフェラポー到着。もうピーカンじゃないですか、梅雨とは。
でもなんかこのここでピーカンで良かったかもしれん。土砂降りでここ結構しんどいですよ。ね、今の道のり雨の中は厳しいね。距離的には40キロ以上走ってんのかな。50キロか。よし、じゃあカレーいただきます。甘めのねポンカレーって感じ。東の一番最南端に行きましたよ。こっから今度上がってきますね。上がって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 高知、高知まであと90キロ。まあやっぱなかなかありますね。やっぱね、全然登らない。ほんと70メーターしかない。最高じゃないですか。ほぼフラット、最高じゃないですか。ごちそうさまでした。うっやー、眩しい。あっつ、ボコボコボコとこの薄くなってるね、タイヤが薄くなってるところが盛り上がっちゃってますね。盛り上がってきた。うん、だいぶここね、すごい盛り上がってる。ここもここもここ、ね、かなりやばい。ボコボコ、ここもボコボコっすね。いつどこで爆発するかわからんね、これね。今日ジャイアントストア行くんでね、ちょっと交換ですね、これは。よく持ってるよ、逆に。人生でこんな日焼け止め塗ったの初めてですね。よし、引き続き頑張っていくぞ。うわー、最高だねこれね。山、まあ海ちょっと見えないけど、緑ですね。もう本当にひたすらこんな感じだね。最高だよ。正直今日のコース130キロでどうかなと思ったけど、多分コース作った人はこれを知ってるから130でもまあいけるっしょって作ったんでしょうね。かなりいい感じっすよ。海藻です、海藻。よし、到着っすね。ああ、これが重要伝統的建造物群保存地区。ああ、そこから行くのか。まあ、シュー、なるほど。確かにちょっとこの古い街並み感ありますな。前の店ももう出てますけどね。前の魚さん、こんなが入れてもできゃびこちゃって。ああ、ここで焼いたパンを販売されたんですね。どうぞ。じゃあ行ってみますか。覗いてみます。いろいろありますね。ありがとうございます。どうしよう。ああ、どうなってるんだ。どうなってる。ゆずサイダー、はい、決まり。決まりですか。ユーズサイダーさん、ここのやつじゃない。いいチョイスじゃないの。いただきましょうか。あ、ちょうど日陰がありますよ。ででん、100円。じゃあちょっと僕これいっちゃっていいですか。ください。ユーズサイダー、蜂蜜入りユーズ飲料、2000% うまいの。あー、なるほどね。どうですか、どうですか。あの、例えるならマッチゆず味って感じ。ビタンさんで。あー、マッチね。マッチのマッチうまいよね。マッチゆず味ですね。ちょっと逆
たてパンの味噌汁いいですか。ピーナッツバターパン、じゃあ失礼させてもらいます。うん、うまい。まだ時間は今3時ですからね。35キロぐらいかな。そうね、今何キロ走ってんだ。果たして96キロ。か、そうですね、まあプラス35ぐらいですね。なんかこの辺じゃ有名な道なんだろうな。ほら、おお、すごいな。真横が海のサイクリングロードか。うわ、トンネル？トンネルかな。すげえ、サイクリングロードでトンネルって結構珍しい。おお、なんか旧道をサイクリングロードにしたのかな。おお、なるほどね。すげえ。これはこれでいいじゃないですか。トンネルパラダイスだ。着いたー、じゃじゃーん、ゴールでーす。じゃあまあ今日ここでゴールってことですよね、とりあえずね。お疲れさんでした。とりあえず静止、ピポッピポッ。123キロでした、僕は。あ、素敵なお店ですね、綺麗で。これで、はい、ちょっとチューブレスで分かりました。運用してきたらいい。シーラント入れてるやつですよね。シーラントこれ入ってますね。だから一回ちょっと、うん、またシーラント入れときます。ああ、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。てってれー。はい、今日はここです。グラウンパルス正常な体温です。お疲れさんでした。はい、頑張ろう。あー、最高。あー、リカバリーされてる。デデ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 デ。うわー、はい、デデン。これは食べとかまあダメでしょうね、食べとかなきゃね。もうちょっとね。あ、もう。はい。うまいでしょ。うまい。香ばしい。おお、うまいのよ。すごい肉厚だねこれ。おいしい。これ無限にいけるね。無限にいけるそうなのよ。無限にいけちゃうの。味変しちゃってください。ニンニクとネギ。はい。あ、ニンニクとカツオがめっちゃ手に入って、松町同盟ぐらいです。硬い。日本を変えるぜよ。今日の夕ご飯はですね、
スポット募集でローキューマン、日本語でローキューマン、英語でバスケットマンですね、に紹介していただいた、お店になります。お店の名前がクイタローというねお店です。最高っす、マジありがとうございます。おすすめのスポットの説明に書いてあったんで、さっき食べました、瞬殺でなくなりました、最高でした。